竹内の、はい、ひょんの子ひょんの子ひょんしですね、はい、ひょうしの子、ごの子、ごのですね、はい、で、1から4までですね、はい、川の表紙を中心に、まあ、どんどんとか、どこどんとかね、どこんこ、どこどこっていうところを紹介してきたんですが、はい、今回は縁を打つということですね、縁打ち、縁打ちですね、はい、では縁はこの、まあ、ベニハリというかアクセントですね、音はやっぱりカッという音ですね、うん、違った音になるので、で、まあ、太鼓はまあ基本的にはこの川と縁っていうところを一番よく使っているんですが、はい、この縁打ちもね、なかなかこの打つ時に、まあ、ちょっとうるさくなりすぎてしまったりとか、音がこうカッて響かない、ガッとなってね、ピチッとなったりとかするっていうことがありますので、はい、そのあたりのところを、ポイントを紹介していきたいと思います。はい、行きましょう。縁打ちの位置は、太鼓がですね、縦打ちで打つときですね、この太鼓が時計だとすると、はい、10時と2時の位置ですね、10時と2時ですね、の位置を打っていきます。はい、で、まあ、ちょっとこう太鼓大きすぎる、まあ、自分の体に合ってない太鼓を打つとですね、届かないというような時もあると思うんですが、まあ、その時はちょっと手前に届くところで打ってください。はい、そして、このバチの打つポイントですね、この先端から5センチぐらい入ったところですね、はい、5センチ、そうですね、5センチ、はい、まあ、あの先端の部分で打つとピチッ、耳が痛いという音ですね、ピチッ、甲高い音です。そうですね、はい、で打つ場所にポイントによってだんだん音が変わっていくんですが、はい、5センチぐらい入ってくるとこう銅がオンオンとなって響いてくるんですね、うん、でバッチもこの木の本来の音がしてくるん で、うん、でこの皮も銅が鳴ってですね、振動が地面を伝って、まあ、離れた仲間のところに伝わったり、まあ、あの聞いてるお客さんの方に届いてるっていうところに繋がっていきます。はい、なのでこのバチをですね、はい、だから5センチぐらいですね、ところで打っていきます。はい、で、この十字の日ですね、まずこの右の動きですね、カーカ、これはあのドコドンと同じになりますので、カーで上がってカーで降りると、上がって降りる、カーラカカーラカカーラカです。はい、カーラそして左はカーでこう抜き手で伸ばしてですね、カーラで打ちます。カ抜き手握り手抜き手と、カーラーカ抜き手握り手抜き手と、抜き手握り手抜き手と、抜き手握り手抜き手と、はい、カーラーカカーラーカカーラーカ抜き手握り手抜き手と、抜き手握り手抜き手、はいですね。でこれを合わせてカーラーカカーラーカ打ってみます。カーラーカですね、せーの、カーラーカ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 、はいですね、まあ、これも、まあ、このトコドンで、できればですね、縁のカラカの方もできるはずなんでですね、一つずつ確認しながらですね、まあ、であと縁の方は、ちょっとこう腕を伸ばした位置になるんですね、まあ、よくこう届かなくていいんで顔をずきこう触って、縁をずき動いてと、まあ、体はあまり動かさせて上体の方を縁を打つとき、まあ、届けばですね、こう少し上体を縁を打つときはこう寝かせる、で顔を次に手前に引くというような形にしていくと、まあ、あまり忙しくなくですね、同じ位置でか、でこの腕をですね、腕が曲がると、まあ、ちょっとこういう形ですね、リバイが、うん、なので腕はできるだけ伸ばしてですね、はいはい、曲がるとちょっと力が入ったり音もこう硬くなってしまうので、はい、あーが伸ばしたか、そして、では、この4回ですね、次はですね、連続して打つときと、止めるときですね、カーラーカ、連続でカーラーカ、カーラーカ、で、カーラーカ、止めるときですね、カーラーカ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 、最後は収めていきます。4回打つときは4回目で下で止めてですね、せーの、カーラーカ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 、はい、というような形で止めていきます。これで、まあ、メリハリをつけてですね、動いていくと。で、あまりこう縁の方はですね、こう音が結構響くんですね、うん、で、頑張って打つとちょっとうるさくなりすぎてしまう、はい、あー痛いという状態になってきますので、はい、まあ、どちらかというとですね、こう縁の方に向かって打つというよりはちょっとこう、上に向かってですね、弾みをつけていきます。はい、はい、まあ、縁にもこの物質ですから、こう弾み、まあ、張力というかですね、弾んで弾みをもらいますので、できるだけこう上に向かってですね、弾みをもらって最後終わるときはアクセントをつけたいですね。
という。うちはサラサラと流す、サラサラと流していくというところですね、はい、そうするとあまりこうリズムが詰まったり、遅れたりっていうところが、なくなってきます。はい、そうですね。これがカラカス。カラ。はい。で、二つ目ですね。はい、二つ目はカッカラ。カッカラ。カッカラですね。カッカラは、川で言うと、ドンドコ。ドンドコでしたね。ドンドコ。ドンドコ。右、右左。はい。で、右の動きだけやると、カッカラ。カで上がって、カで降りて。カッカラ。カッカラ。カッカラ。せーの。カッカラ。カッカラ。カッ。で左はカカラ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 、下段中段で握り手、カカラ下段中段で握り手、下段中段で握り手、バッテリーはなくなってきました。カカラカカラ、はい、でこれもう一回カカラ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 。で、川の時はですね、この正中線、こう真ん中にこう伸ばしていきますが、これカッカラとカッカラと伸ばしていくと非常に大変ですね。縁、はい、を打つ時は、この縦打ちでやる時はですね、まあ、この伸ばしたなりのハの字ですね、ハの字に伸ばしていきます。こういう感じですね。無理なくね。無理なくですね。はい、まあ、同じ場所を打てるんですね。これの位置が変わると音がこうすごいふわって変わっていきますので、同じ位置を10時の位置と20の位置ですね、打っていくようにしています。はい。はい、そして、カッカラ。で、今度はですね、右と左を合わせてカッカラ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 、せーの、カッカラカッカラカッカラ、せーの、カッカラカッカラカッカラ、はい、まあ、横で打つときはこのバチの形ですね、抜き手と握り手の形を、まあ、鏡の前とかでやるときですね、横で打つときはこうバチの形とですね、動きっていうところがよく確認できますので、で正面から打つとこのバチの方向というか角ですね、これを確認です。カカラカカラ両方やると、まあ、掴みやすいということですね、はい、そして今度は連続でカカラカカラカカラカラ止めると、動かしていくところと止めていくと、はい、で4回やるとしたら4回目で、3回目は連続で動かして4回目で止めるとですね、せーの、カカラカカラカカラドコンコを縁で打つとカカンカなんですが、うん、カカンカってのはあんまりこう需要がないと、カカンカ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 、まあ、ちょっとこれで、まあ、あんまりこう うるさすぎて、うん、左打つとです、ね、あんまり需要がないんで、これは割愛したいと思います、はいはい、で今度はカラカラですね、カラカラ、はい、まあ、どこどこを縁で打つとカラカラ、まあ、右左とリズムですね、はい、これを打っていきたいと思います、はい、まあ、この、ポイントですね、で、右左ですね、カーラーカラと打っていくんですが、まあ、この基本的にはですね、こうカーラーカラーと縁の方にこう頑張って打たずにこうサラサラと聞くんですね、うん、カーラーカーラー、まあ、手の力を抜いてですね、こうバチがこう、はい、カーラー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 、バチが回転してしなってですね、で連続して聞こえるようですね、カーラーカーラーと、でこれも、カーラー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 、まあ、上げて上げて手の形だけやると、抜いて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 、カーラー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 、腕をつけると上げて上げて握って落としてです、上げて上げて落として落として、どこどこと一緒ですね、どこどこと一緒ですね、はい、カーラー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 、はい、でこのまあ状態もつけてですね、カーラー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 、はい、はい、で一発ずつ打つときはですね、カーラーカーラー、まあ、クレッシェンドで高さをつけて止めていきます、カーラーカーラー、まあ、ちょっとクレッシェンドですね、で連続で打つときですね、カーラー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 とずっとつないで打つときはですね、はい、つないで打つときはずっと縁の方に打つのではなく、まあ、縁の方に打つとちょっと力が入ってうるさい音になってしまうので、上に向かってですね、上げ打ち、カーラーカーラー、こう上げ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 上上上上上上げていきます、カーラー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 、バチが、カーラーカーラーというよりはこう
回転してですね、循環して、カラ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 、連続して音が途切れなんですね。であまり耳障りじゃないように言っています。サラサラと聞こえますね。せーの、カラ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 ですね。という形で言っていきますが、でもう一つポイントとしてですね、こうよくあるのはこう右と左がこうくっついてですね、同じ高さで打つとこう音がくっついて。音がこうくっつくんですね。で右を打った時に左を上げて、カーラーカーラ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 カーラー、はい、であまりこう右は上げないようにします、はい、右はこうずっと右手のままで、まあ、右のが先に来るんですね、まあ、遅れるとリズムがこけてしまうので、右は右手までカーラーカーラ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 で左は右を打った時に上がってですね、カーラーカーラカーラカーラ、まあ、常にこう落差がカーラカーラ、左は右を打った時に上がって、で自分が打つ時に下がって、カーラ上げ下げ上げ下げと、カーラ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 で右の方はずっと同じ位置ですね。カで左は上がって置いて上がって置いて、カーラ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 です。連続で打つときと、はい、一発ずつカーラーカーラって打つときでちょっと打ち方を使い分けていくとですね、はい、音のメリハリと連続性というところが表現できていきます、はい、はい、というところですね。あ、はい、そう、あともう一つですね、もう一つカッと強く打つです。あ、はい、ありますね、一発ずつ強く打つ。でこの時はパチを回転させてですね、こう打っていきます。一発ずつですね、上段まで上げてみるんですね。カッカッ、であまり今右は上げないのが、ね、右をただ左に打って左を打つという形ですね。カッカッ、一発ずつカッカッと打っていくとですね、まあ、バチを回転させて、まあ、一発ずつ打っていくんで、左もちょっと動きを大きくですね打って、でこれを、まあ、両手で打つんですね。両手でバチを回転させて、そうですね、こう腕の付け根からこう回転させてこうスピッと動いていきます、はい、で、この握り手ですね、でこの抜き手にはあまりないですね、この握り手のまま、あ、抜き手でこういってですね、次にこう握り手で両方でこう締めるようなですね、こう内側に向かってこうグッと締める、まあ、丹田に向かってですね上げてグッと締めるような、でこれ、まあ、逆発想だとちょっと、まあ、打ちづらいですね。こんな感じ。で、腕を逆発想の形で内側に割ってこうプンと締める感じですね。ここから逆発想ですね。はい、でこれやると、まあ、すぐバチが折れます。はい、デコボコになっちゃうんですね。まああのしっかり、まあ、縁は硬いんですね。はい、まあ、カシバチとかだと、まあ、比較的強度は高いんですが、はいはい、カシバチでもやっぱりこうバーンと縁を打つとですね、二つに折れちゃう、バーンと折れちゃうね、バチが折れちゃう。で、あんまりこう対応がしたくないと思いますが、はい、まあ、でもしっかりこう、まあ、神とか、ね、そういう荘厳なものを表現したりするときは、一発ずつこうタンカッと打ってます、カッと打ってますね。そういう表現をするときにですね、しっかり音を出していかないといけないので、そのときはもう一発ずつ力いっぱい、力いっぱい、バチが折れることも、まあ恐れずに、はい、ということで、はい、これは口ですね、はい、口を4種類ですね、はい、うん、はいはい、じゃあ次回は、次回は今度は口と皮、はい、口と皮、山とくれば口と皮ですね、まあ、このお互いにつながっているんですね。でこの縁から皮、皮から縁っていうのはなかなかこう難しいんです、はい、まあ、そばにいるんですけど、はい、つながっていくときに別々になっちゃった、からから、あ、どこどこ、なかなかこう繋がっていくところが難しいので、はい、ジョイントをするとですね、繋がっていく連動性というところをまた紹介していきたいと思います。皮から縁、縁から皮っていうところですね、ちょっとバリエーションがね、バリエーションが広がっています、はい、はい、ということで、次回もお楽しみに、はい。